シンガポール、マレーシア、ヌルジェなどアフターに入ります。いわば象徴の場所と西に向かって次々に渡していくわけです。さて、日本では東日本大震災で起こった2011年よりつながる命が世界を変えるとアースアワーのスローガンにしておりまして、温暖化防止とともに被災地の復興を祈る機会としてかかんない。2011年のアースアワーは大震災の直後で始めた。各地のモニュメントなどの大規模な焼香を行わず、有志の方々や企業のご参加を得て、それぞれにできる規模の焼香を行い、被災地への祈りを捧げました。今年2013年のアースアワーも同じように被災地への祈りを